皆さんどうもこんにちは。前回黄色のビレッジヴァンガードの福袋を開けて絶望に染まっていく僕が映し出されたと思います。しかしもう絶望なんてしたくない。実はもう一個だけ福袋買っていました。色はピンク、そしてピンクのコンセプトはモフモフ。モフモフで絶望するはずがない。そうだよね、そうなんだよ。もう絶望しちゃいけないんだよ。失礼、取り乱しました。それではもう一つの方も開けていきたいと思います。ゴールデン。というわけで今度はこちらの、ピンクのね福袋を開けていきたいと思います。このピンクの福袋の、コンセプトはモフモフということなので確実に外れはないかなと。前回のあの福袋でクソみたいなものを結構引いたんで、こちらでちょっと癒してもらおうかなと思って、ビレ版の底力から見せてもらおうよ。じゃあちょっとね、まず手を突っ込んでみましょう。あー、はいはいはい、あ、うん、柔らかいもの入ってる、硬いなんかみたいなのも一個入ってるけどさ。じゃあとりあえずまず小さいものからいってみましょう。まずこちら、こちらです。どう？はい、ちょいー、何？見てないよまだ。縁起物集めか。というわけでこちらは、犬ハリコの、ポーチが出ましたね。まあ、これ見て初めに思ったのはおばあちゃんのバッグの中に入ってるポーチで、飴とか入ってるポーチあるじゃないですか。あれですよね、これ完全におばあちゃんの飴のポーチですよね。さてじゃあ次行ってみましょうと言いたいところなんですけど、これ小さいね。なんか靴下っぽいな。というわけでじゃあ見てみましょう。それがこちらです。どうぞ。はい、ビン。おっつおっつおっつ、かわいい。ルーミーズパーティーペンポーチ、こちら、ルーミーズパーティーペンポーチトカゲということで、ルーミーズパーティーペンポーチ、これパーティーペンポーチのとこすごい言いたくなりますね。リピートアフターミー、パーティーペンポーチ。ちょっと待って、なんか普通に可愛いんだけど、何これ。なんかルーミーズっていうキャラとかいいのかな。なんかいそうだね。なんかこういうねタグがついてるんですよ。うん、なんかルーミーズパーティーの仲間たちをホームページでチェックと書いてあるんで、なんかそういうキャラなんでしょうね。でもなんか普通に可愛いですよ。あ、中はちょっとあれですね、なんかちょっとエロい素材でできていますね。せっかく当たったし、なんかこれは普通に使おうかな。うん、可愛いしね。というわけでなんか出ました。はい、じゃあ次ね、もう、モフモフのコンセプトとクソ離れたみたいなやついきますね。いきます。せーの。はい、こちらです。どうぞ。パス。え？UV ひんやりフードブランケットってやつがありました。あ、これなんか、ちょっと缶みたいになってるんですけど、この中に多分入ってるんですね。じゃあちょっと中開けてみましょうか。はいはいはい。あー、しっかりなんか入ってるね。こういう感じかな。ちょっと待って。痛い。ちょっと待って。前に来い。はいはいはい。こういう感じかな？うん。この形需要あるの？そんで好きじゃないよ、このキャラ、全然。ダセー！絶妙にダセー！裏とか絶妙にダサくねえのにこれ。は？おい。ちょっと待って、何こんなん女子の周りで流行ってん？暑い季節にぴったり。夏素材じゃねえかよ！なんで夏なんだよ！どうしてコンセプトが夏なんだよ！おい、マジ。夏か？今夏だったんか、俺冬と勘違いしてたのか俺は。おい、もう本当に前回のさ福袋からして、なぜ夏を想定したことになってんのこの福袋。じゃあちょっとね、また四角いボックスみたいのがあるんで、この四角いボックスみたいのを行ってみましょう。はい、せーの、こちらドン。はい、おっつ、おっと来たぞ。はい、こちら、素焼き加湿器ということで、おいおいおい、やっと来たよ。この部屋めっちゃ乾燥してんのよ。乾燥すぎて、この間皮膚がボロボロ剥がれたじゃなくて唇だったわ。これ多分普通に水入れとくと、蒸発して加湿してくれるってやつですね、自然に。だから電気とかも使わないやつなんだと思います。ちょっと待って、かわいい。マッチョ待って、寺川ユースなんだけど、ほら、これ普通に可愛くない？だってこんなんさ、部屋に置いといたら女の子 4,5 人は落ちるべ。うん、いや、こんなんリア充アイテムや。これ嬉しいな。なんかありがとうございます、ビリッジヴァンガードさん。これ嬉しいです。なんかモフモフっていうのはなんかゆるふわみたいのも混じってるんだね。椅子の下に敷くシートみたいのが入ってんで、そのシートからいきます。せーの、こちらです。ほいほい。
え、待って、普通にシンプルでいいんだけど。というか、普通に欲しかったんだよね、椅子の下に敷くやつ。え、ちょっと待って、なんか普通に配色とかもなんか素敵なんだけれども、You are the one って書いてある。これはあなたのものですって意味なんだろうけど。クソだせな、この刺繍をするために値段が上がるんだったらな、取れよな。毎回思うけど、なんで服にクソだせえ刺繍入れんだよ。取ったら安いだろ、もっとおしゃれになるし。なんだよ、ありがとう。というわけで、ピンク福袋最後になります。それがこちらです。どうぞ。ほい、シャン。おっつおっつ、いいじゃん。待って、いいじゃん。プレミアネムネム抱き枕 M ということで、え、ちょっと出そう、これいいよ。あー、めっちゃ触り心地いい。なにこれ、プレミアムネムネムアニマルぜ。これは嬉っちいな、これは嬉っちい、嬉っちい。これはほらすごい嬉っちい。待って、ビレッジヴァンガードの福袋って色ちゃんと選べばいいもん入ってんじゃん。え、マジか、これゲームはかどるじゃん。え、これスイッチはかどるやつやん、これ。ここにジャケット2021年スマホよろしく。皆様、新